オトリバーサイドテラスは愛知県岡崎市場名大寺町2丁目に立地する複合商業施設である。岡崎市の中心駅である名鉄名古屋本線東、岡崎駅の北東に位置し、ペデストリアンデッキにより駅に直結する。施設は北店舗棟、南店舗棟、ホテル棟、駐車場棟で構成される。北店舗棟、駐車棟は地上5階建て、 南店舗棟は地上3階建て、ホテル棟は地上9階建てである。本商業施設のコンセプトは岡崎の文化を継承し発展させる拠点から新世紀岡崎の矢倉である。本施設は駅地下という立地から地域住民にとっての日常と来外者にとっての非日常の魅力を合わせ持った場所である。この立地特性による利用者層の幅広さを活かしながら 日常と非日常の効率的な融合を図っていくことを目指している。商業施設名に採用された音は目の前を流れる大津川の音とジャズの街岡崎に響く楽器の音、音を掛け合わせた言葉である。建物と大津川の間には秋代京公園が新たに整備された。岡崎市が進める北東が育有効活用事業の一環として建設された。 整備事業者は、スターツコーポレーションなど5社からなる東岡崎駅、北東が行複合施設株式会社。土地は岡崎市と民間が所有しており、土地所有者と同社との間で、事業用定期借地権が設定されている。2019年6月に駐輪場、8月に原付駐輪場と駐車場が共用開始した。収容台数は自転車が1400台。 自動車は198台である。9月8日にホテルが開業した。10月初旬にショップやレストランが順次開業。11月2日にオープンを祝う式典が開かれた。2020年6月にうなぎの金光が入り、全店をオープンした。ABC 東岡崎駅周辺地区整備。北東外区有効活用事業事業計画書。岡崎市役所。 2019年8月19日閲覧。リバーサイドレター01。岡崎市役所。2019年8月19日閲覧。リバーサイドレター02。岡崎市役所。2019年8月19日閲覧。空中回廊に直結明日。グランドイン東岡崎オープン。東海愛知新聞。 http://www.fmokazaki.jp スラッ、ok、シュ東海スラッシュ 190907.php2019 年9月26日閲覧。細山里、北東外区踊りバーサイドテラス一番屋など13点出展、中日新聞2019年8月1日付長官、西三川版15面。 若き日の姿再現、徳川家康増完成、名鉄東岡崎駅前、愛知。毎日新聞。https コロンスラッシュスラッシュ mainichi.jp スラッシュアーティクルズスラッシュ20191103スラッシュ ddl スラッシュ k23 スラッシュ040スラッシュ1 0 7 0 0 0 2 0 1 9年11月3日閲覧。 東岡崎駅前の複合施設をオープン、スタート。最新不動産ニュースサイト、RE ポート。2019年11月6日閲覧。フロアガイド2階、オトリバーサイドテラス、横田先。10月から順次、オープン東岡崎駅、北東が行く複合商業施設に17店舗。東海愛知新聞。 http://www.fmokazaki.jp スラッシュ東海スラッシュ190801トッ PHP2019 年8月19日閲覧。愛知、東岡崎にピタットハウスを新規出店チューブスタート。住宅新報ウェブ2019年11月2日閲覧。行列のできる食パン店。 銀座に志川が愛知県岡崎にもオープン。記事詳細インフォージックニュース。インフォージックニュース。2019年11月2日閲覧。ありがとうございます。